ヒラノ仕香港で世界的音楽プロデューサー、ファレル・ウィリアムスとの素敵な対面。ヒラノ仕が香港で開催された、ルイ・ビトン、2024プレフォール、メンズファッションショーに出席し、世界的音楽プロデューサーであるファレル・ウィリアムスとの感動的な対面が実現しました。自身のインスタグラムでこの喜びを報告した平野は、ファッションショーに初めて参加し、 ファレル・ウィリアムスが手掛けた2024春夏メンズコレクションのアイテムを堂々と披露しました。平夜は会場の雰囲気やファッションショーの演出について、瞬、ま、たたきを忘れるほど素敵なショーだった。音楽とファッションが見事に調和し、その相乗効果に感動した。どのルックも私の好みにぴったりで、特にファレル・ウィリアムスの新作コレクションには終に利用されたとコメントしました。彼はまた、 ウィリアムスとの2ショット写真をインスタグラムに公開。そのスタイリッシュでハートのサングラスをかけた姿に、フォロワーからは様々な賞賛のコメントが寄せられました。胸熱なツーショット、夢のような素敵な時間の共有ありがとう、かっこよすぎ、紫輝くんが世界に羽ばたく瞬間をリアルタイムで見せてくれて素敵な景色を見せてくれてありがとうといった声が目立ちました。ENCOUNT 編集部はこのイベントについて、 平ラの仕の感想やファンの反応を取り上げ、その詳細を以下にまとめました。1. 点、ファッションショーへの初参加。香港で開催された、ルイ・ヴィトン、2024プレフォール、メンズファッションショーへの参加が、平野にとって初めての経験でした。彼は、ショーの雰囲気に感動し、会場の装飾、登場したルック、そして最後の上空の演出まで、瞬きを忘れてしまうくらい素敵なショーでしたと振り返りました。 このコメントから、平夜がファッションの舞台においても新たな魅力を見出し、その瞬間を大いに楽しんだことが伝わってきます。2. 展、アレル・ウィリアムスのコレクションに感動。平野はアレル・ウィリアムスが手掛けた2024春夏メンズコレクションに対しても高い評価を述べています。アレル・ウィリアムスが生み出す新しいコレクションを見ることができ、終始魅了されましたとコメントしたことから、 彼がファッションにおいてもクリエイティブなアプローチを高く評価し、そのデザインに感動したことが伺えます。3点、パレル・ウィリアムスとの2ショット写真。平野はパレル・ウィリアムスとの2ショット写真をインスタグラムで公開し、多くのファンから熱狂的な反応が寄せられました。特に、ウィリアムスのハートのサングラスをかけたスタイリッシュな姿とのコラボレーションが話題となり、胸熱な2ショット。 想像を超えたツーショット最高といったコメントが寄せられました。この写真を通じて、平野の国際的な交流やファッションシーンでの活躍に対するファンの期待が感じられます。4点、ファンの反応。平野の投稿に対するファンのコメントは非常にポジティブで、彼の勇気あるファッションショー参加やパレル・ウィリアムスとの交流を祝福するものが多かったです。 紫輝くんが世界に羽ばたく瞬間をリアルタイムで見せてくれて素敵な景色を見せてくれてありがとう。中央体恐不症人見知りなのにものすごく頑張って見てきた素敵な景色を共有してくれて感無量といったコメントは平野が自身の限界を乗り越えて新たな挑戦に成功したことに対する賞賛の意を表しています。香港でのルイ・ヴィトン2024プレフォールメンズファッションショーへの参加が ヒラの仕にとって非常に特別な経験となりました。彼の初めてのファッションショー参加やパレル・ウィリアムスとの対面はファンにとっても大きな驚きと感動となりました。ファッションの舞台で新たな一歩を踏み出し、国際的なスターとしての存在感を高めた平野に今後のさらなる活躍が期待されます。